第9代ダルハウジー伯爵ジョージ・ラムゼイは、イギリス・スコットランドの貴族、政治家、陸軍軍人、カナダ総督などを歴任した。爵位を継承する1787年まで、ラムゼイ教の儀礼称号を使用した。1770年10月23日、第8代ダルハウジー伯爵ジョージ・ラムゼイとその妻、エリザベスの間の長男として生まれる。 1787年11月4日に、父が死去して、借位を継承した。1796年から1815年に、かけて、スコットランド貴族の貴族代表議員に選出されて、貴族院議員となる。1815年8月11日に、連合王国貴族、ダルハウジー城のダルハウジー男爵に助せられ、以降自動的に貴族院議員に列する。 1795年から1801年にかけては、第2大風評連隊に所属して、西インド、アイルランド、オランダ、エジプトなどに配属された。1809年には、第7師団に所属して、半島戦争に従軍した。1804年から1806年にかけては、フリーメイソン・スコットランド・グランド・ロッジ・グランドマスターを務めた。 1816年からは、ノバスコシア総督、ついで1819年から1828年にかけては、カナダ総督を務める。1829年から1832年にかけて、植民地インドの英遠軍最高司令官を務める。ノバスコシア総督時の1818 18年には、ハリファックスにダルハウジー大学を設立している。 1838年3月21日に死去。借位は息子のジェームズ・ラムゼーが継承した。1805年にクリスティアン・ブラウンと結婚し、彼女との間に以下の三子を設ける。ありがとうございます。